しっかりしてらっしゃるので、どの手しても問題ないです、うん、はい、人間の髪はご存知のように2本3本束で生えてまして、はい、2、3日が一番抜けやすいですからね、はい、特に今日が抜けやすいです。3、4日から4、5日過ぎるとだいぶ安定します。今一回休憩ですけど、体調とかいかがですか？まあよく寝たなって感じかな。寝てたでした。痛みとかはないんですか？今はないね。さっきちょっとヒリヒリするなと思ったけど、麻酔効いてるのかな、まだ。今のでもう数本植えたんですか？今も植え始めた。早いですね。最近はなんで1本で植えたんですか？最近は2、3本で植えると不自然なんだね。1本ではなんでだったの？本数も場所によって考えて植えているんですね。今日が一番抜けやすい日ですね、はい、で1週間がとにかく触らない、こすらない、それを過ぎればもうかなり楽になります、はい、2週間過ぎたらもう普通の生活全部構いません、はい、なるべく植えた場所はあんまり洗わない方がいいですね、はい、後ろは自由に洗って結構ですけど、はい、で、はい、これを1週間後ろに全体に薄く塗ってください、はい、これも念のためだけで、よく生着するように、活毛薬も併用したいと思います。修学的治療だよね。はい、この動画を見て植毛に興味を持たれた方、ぜひAGA の方のね、概要欄の方ここに貼っておきますので、ぜひいらしてください。はい、柳生先生に会えます。本日ありがとうございました。いいねと、チャンネル登録の方も
よろしくお願いします。